皆さんこんにちは、今回はこの間牧草の種をまいた畑の周り木を切りました、その木を有効に活用しようかと思って今回キノコの菌を打ってみようと思います。木を伐採しているところから撮影しているのでそこからご覧ください。この前ここの畑とこっちの畑牧草の種まいたんですが、この畑の周りにこんな感じで木が結構大きくなってるのあるんです。これを今回切っていきたいと思います。この畑の周囲にこのように木があるので結構枝や葉っぱが落ちます。それと今葉っぱついてないんですが、ここに葉っぱがついてくると日陰になって草の成長がとても悪くなるので今回切ることにしました。ツルも結構絡んでるので気をつけて作業していきたいと思います。では早速始めたいと思います。はい、ということでだいぶ切りました、切ってだいぶすっきりしたように感じます、このあとここの木は、ちょうどいいようなところ切ってキノコの菌でも打ちたいなと思います。あと太いところは薪にでもしようかなと思ってます、それでは細かく刻んで運びたいと思います。はい、ということで木を伐採してそのちょうどいいところキノコを打つにちょうどいいようなところをここに運んで積んでます。これにこれからキノコの菌を打っていきたいと思います。はい、今回はこの種ごま菌、なめこ買ってきました、それとあとそれを植え付ける穴を開けるドリル専用のビットっていうんですかね、これを購入してきました、実は去年もしたんですが去年はこの種ごまに合うサイズでなくてこれがちょっと大きかったので今回新しく購入してきました、この種ごま菌にはサイズが3種類ぐらいあるらしくて今回ちょうど合うやつを買ってきました。皆さんももし買う時があったらこれ注意してください。それではキノコの菌を打っていきます、後ろに説明書があるのでよく読んでしてみたいと思います。直径は11月頃から4月頃まで行う。よし、OK。よし、それではやってみます。キノコの菌打ち専用のこのドリル、ビット。昨日使ってみたんですが、これはドリルのこう先っぽにつけて使うんですが、私の家ではこの大きなしかなくて重かったので、こっちのインパクトドライバーでも使えるということだったのでこっちにつけて使
ってみたらすごい軽くて楽だったので、今回これでしていきたいと思います。小さいドリル持ってる人は小さいドリルの方が使いやすいとは思いますが、私ないのでこれ使っていきます。でまず金を打つ穴を開けていきます。だいたい15から18センチ間隔で開けるそうです。1列開けたら、あとこの幅を10センチ開けて千鳥状に打っていくそうです。10センチぐらい開けて、ちょうどこの間千鳥状になるように。はい、このように千鳥状に開けました。ここにこの種ごま入れていきます。こういう鉄砲の玉みたいな形してます。これをこの穴開けたところに入れて平らになるまで打つそうです。開封したらその日のうちに直近してくださいということです。はい、なので今日中に終わしたいと思います。去年これやった時にはこの穴開けたドリルがサイズ違っていて、もう一回り大きかった。ゆるゆるでコスト入りました。あれではダメだったんです。今回はちょうどいい感じがします。あとはひたすら植え付けていきます。よし、OK。はい、一本。完成。こんな感じで植え付けました。これをこの木、種ごまなくなるまで500個あるので、この500個打ち終わるまで永遠と続けていきます。よいしょ。
はい、ということでキノコの金打ち終わって昼ご飯も食べました、合計12本金打つことができました。この木をあと日陰の湿気のある風通しのいいところに置いておくということですので、これから運びたいと思います。そして夏を2回過ぎた後の秋、だから今から2年後の秋にナメコが出てくる予定です。それでは運んでいきます。ではこの木は日陰のあの辺の木の下に置いていきたいと思います。あそこに去年打ったキノコ置いていたんですが、なんといっぱい出ています。これから収穫したいと思います。はい、そしてこれが去年、今からちょうど1年ぐらい前、去年の秋にキノコの菌を打ったところです。ナメコの菌を打ったんですが、こんなにたくさんナメコが出ました。このナメコが出てくるのは2年目からかなと思ってたので見ていませんでしたが、こんなに出ていてびっくりしました。もうこんなに大きくなってたのですぐに収穫したいと思います。はい、今はナメコを収穫していますが、ボール2個しか持ってこなかったのであとちょっと入りませんでした。まだこんなになってます。葉っぱの下にもまだあるので、ちょっとまたボール持ってきてまた収穫したいと思います。いや、なめこって1年でこんなになるんですね。はい、収穫終わりました。なんとボール3個分もありました。結構大きくなりすぎたような感じもしますが、大豊作でした。はい、ということで思いもよらぬ収穫がありました。思った以上にたくさん取れてびっくりしています。私の動画では、繁殖魚を私飼ってるんですが、それのことやあと田舎の暮らしなんか、取っていけたらいいなと思ってます。それではご視聴ありがとうございました。ほら、こんなにたくさん食べきれるかな。